信する。先を送信する。はい、送信するでお願いします。なんか緊張してきたね。本当ですか？マスクしなきゃ。なんかしなくていいよ。いるとしなくていいから。うん。で出てくれたからしなくていいよ。そうなの。一歩踏み出す勇気を田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー。いいことばかりじゃない誰かの一言で人生が変わる時がある。小さくても誰かの心に響くきっかけになれたら素敵。そんな思いを乗せてこの番組では各分野のスペシャルな方やハッピーそうな方をお招きしてざっくばらんにお話を伺っていきます。一歩踏み出す勇気を田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー始まります。この番組では皆さんからのたくさんのメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmギノワン.com。 また FM ギノワンではツイキャスと YouTube で映像と音声をネット配信しています。またサイマル放送も行っております。スマホの場合はアプリリスンラジオでお聞きください。過去の放送分の映像は YouTube にてご覧いただけます。田辺恵美子のスペシャリストにインタビューで検索していただきますとすぐに出てきます。そちらもお楽しみください。この放送はいつの間にか似合わなくなった服がまた似合うようになるオールハンドのエステサロンダイヤモンドツリーの提供でお送りいたします。本日は生放送でお届けしています。この後午後8時までお楽しみください。そして本日のスペシャリストは子育ての悩みを笑いに変える非常識子育てコンサルタントの杉浦紀子様にお越しいただいています。 CM の後お話伺っていきたいと思います。それではここで一旦 CM です。もうレーナで出しているので、はい、あ、うんうんうん、レーナっていう風にレーナさんで呼んでくれた方が、あ、わかりました、わかりました、うん、大丈夫です。人が浸透してる、わ、はい、かりました。 OK です。はい、はい、では、サムネ流のお写真撮りますので、はい、ちょっと間に寄っていただいてお撮りしましょう。はい、はい、では撮ります。ちょっと中央に寄っていただきますか、はい、ありがとうございます。はい、では撮ります。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。緊張した今。本当ですか？なんか緊張することあるんですね。ちゃんとしようと思ったら。緊張することあります。今緊張しました。普通に喋る感じで話させてもらいますね。うん、はい、うんうん、普通に喋る。何って普通以外にどうやって喋るの？わからないですけど。3、2、1。
辺恵美子のスペシャリストにインタビュー、本日は生放送でお送りしています。それでは早速本日のスペシャリスト様をご紹介したいと思います。子育ての悩みを笑いに変える非常識子育てコンサルタントの杉浦典子様にお越しいただきました。いつもね、レイナさんって呼ばせていただいているので、今日もレイナさんと呼ばせていただきたいんですけども、レイナさん今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、で今日はですね、レイナ様のお母様にも来ていただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや嬉しいです私は嬉しい、ね、でレイナさんは先日っていうか、この間出ていただきました、ひもとき恋愛相談の、はい、ひもとき専門家の原雅美様、義之様の、魔女合宿で初めて、はい、ね、お会いして、うん、でそこでお話ししたことがきっかけで今日ラジオに出ていただくことになったんですけど、はい、ありがとうございます、ね、すごいね、あの時からのあれなんです、すごいパワフルな女性ですよね。本当？ありがとうとりあえずレイナさんの印象ってすごいよく笑うっていうか、はい、いつも元気で楽しそうみたいな、うん、そのイメージがすごいあって、うんうん、でなんか本当にその、ね、この間の魔女合宿のにご一緒させていただいた時にすごいもうそれで一気になんか、まあ、勝手にね、勝手にすごい仲良くなったって、なんかその、確かに、確かにでも同じぐらいね、はい、笑うよね。そうですか。だからずっと笑いっぱなしだ。そうですよね。だからすごいなんかね、あの時間そんな長くいたわけじゃないんだけど、うんうんうん、すごい短かったよね。そう、すごい短くね、だって食事の時は喋ってないから、うん、10分か15分ぐらいだよね。うん、でもなんかすごいもっと長く喋った感じがするし、うんうん、なんかすごく私は引きつけられる女性だなってすごい思ってて、で、この度、うんうん、沖縄にお母様と、はい、来られるということで、その時にラジオにも出ていただけるってことで、ね、貴重な時間本当に今日はありがとうございます。ね、でレイナさんどんなお仕事されてるんだろうと思ったら、はい、なんかもうそのまんまって感じで、はいはい、子育ての悩みを笑いに変えるっていう、うん、もう すごい納得だったんですけど、本当、はい、うん、すごい楽しいからねそれをやってるお仕事、うんうん、うん、はい、でもね、このね、子育てって皆さんやっぱすごく悩まれる、うん、悩まれるって、うん、悩まれてる方すごいやっぱり、はい、見るので、はい、これを笑いに変えるっていうのは、うん、すごく多くの方が知りたい分野なんじゃないかなって思うんですけど、うんうん、それを今日はですね、ちょっといろいろお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、でまずですね、このどんなことをされているかっていうところなんですけど、はい、そのことについて聞かせていただいてもよろしいですか。はい、はい、すごいちゃんとマニュアルがあって、はい、あ、そうなんですか。やってるわけではない。あ、わけではないあるのかと思いました。本当に自分のオリジナルです、ね、はいはい、自分のオリジナルで、はい、自分の子供が今、うん、20歳と、はい、21歳と23歳の娘がいまして、はいはい、だその娘を、うん、育てた自分の経験を生かして、はい、その例えばこういうことで困ってるんだとか悩んでるんだっていうことを聞いた時に、はい、まあ、自分が経験してきた道だから、うん、その道の中のなんか引き出しを出して、うん、自分がこうしてきたっていうのをこう答えるみたいな、はい、ことなんだけど、はい、なんか私は自分では普通じゃないですか。自分のことは普通にこう思ってやってきたっていうことが、まあまあその悩んでる人たちとは結構真逆なことが多いので、はい、なんか発想が、はい、発想とか感覚とか、うんうんうん、その発想の転換が違うので、はい、話すと、はい、え、そんな考え方があったんだみたいな感覚で受け取ってもらって、はい、あ、そんなんでいいんだみたいな、うん、で私自分の子供を結構すごいリスペクトして、はい、はい、今でもすごく生き方として自分の子供すごい尊重してるんですけど、はい、そういうなんか私の場合は実体験が伴ってるから、はい、多分その実体験の中で話すから説得力があるじゃないですか、はいはい、なのでそれでいいんだみたいな、
うん、じゃあリーナさん自身は子育てに苦労して、うん、そこから何か勉強してこうなったってわけではなく、もともと持っていたもので、うん、それが人と感覚が違ったりして、うんうん、子育てがうまくいったっていう感じなんですね。子育てがうまくいったとかどうかはわからないけど、うん、はい、その、子育てのあコンサルタントっていうそのお仕事は、はい、その経験を生かした自分のことを話すだけのことで、はい、別にどこかで学んだとか、はい、ゼロなので、はい、でも私は自分 の、 あの母今日いるんですけど、はい、母から育ててもらった感覚が、はい、私よりもかなり発想が飛んでるので、はい、それを多分受けて、はい、なんかお母様が今いやいやっていう顔されてますけど本当なんだどうしてレイナさんはそう思ったってことですね。私がそう思ったのもあるし、はいはい、私の娘がいやお母さんもさ、はい、まあまあさ、うん、ちょっとすごい変わってるっていうかあの感覚なんだけど、はい、おばあちゃんはもっとすごいよねってうちの子供が言うから、はい、多分本当なんだと思う。へー、うん、待って、とりあえず、うん、その、うん、レイナさんが普通だと思う感覚で、うん、人に言ったことで、うん、人がびっくりしたことってまあいろんなことがあると思うんですけど、うん、結構一番びっくりしたこととかどんなことがあるんですか。もうだって自分はびっくりしてないから覚えてないんだよね、うん、自分はさだって全部普通だからさなんていう相手側がびっくりしたことって覚えてないことない。それぐらい自分にとってナチュラルってことですね。そう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 、だから自分は全然そのなんかびっくりされるって思ってないから、はい、あの分からないね今何をびっくりしたのかって聞かれると待ってすごい良くないですか。なんかそれ普通に自分のやってきたことを喋っただけで人が勝手に受け取ってくれるってことですか。そうそうそう、勝手に受け取って、あそれでもいいんだみたいな感覚で、でもさそれでもいいんだって言われても私としてはそっちが普通だから、はい、じゃあどういう考え方なんだろうって例えば、はい、あの反対に聞くとすると、はい、私がびっくりするもんね。とかどんなことでレイナさんはびっくりされたんですか。なんかあったかな。あ今ザッサさんがコインいただいてますね。ありがとうございます、コイン、はい、コインいただいてます。ありがとうございます。ちょっと待って、はあ、今ちょっと悩むね。悩むそう、あ気力が良くないからでもあれですよね、何があったろう、感覚がもうそもそも違うことが多いってことですよね。そうだね、なんか一個一個が違うんだよね。多分何か質問を受ければそれに対して例えば答えて、はい、あ例えばね悩み事ってありますかって質問を例えば受けるとするじゃない、はい、でもさ悩むっていう時間はあまりなくて、はい、あの解決するみたいな感覚、うん、解決する、うん、悩むっていうか、はい、困ったことがあったら、はい、一個一個解決していくっていう感覚、うんなのね、だから悩み事がありますかって言われると、はい、ないことはないけれど、はい、悩むっていう時間はすごく短いと、だからまあ結構ないと思う、ないっていうか、まあ、1分は悩むと思うけど、だから起きちゃった後にこうとすぐ解決するみたいなのが、うんはいはい、と極端に早いんだと思う、へーとかね、悩み事ありますかって、うん、そういうなんか質問を受けた時に、うん、そうでもあれですよね、よく聞くのはママ友のこととかで結構悩まれてる人とか多くないですか。子育てを通じて、うんうん、この子供 の、うん、あの親とかそういう関係とかで悩まれてる話は私よく聞くんですけど、確かに、うん、そういうのとかもそんないうのはどんな風にアドバイスっていうかされるんですか。あママ友はねいなかったかもしれない、うん、だからコミュニティには所属しないみたいな感じですか。いやなんかでも悩んだ記憶ないから、はい、記憶ないんですね、すごいですね。ママ友で悩むでしょ、だママ友があんまりいないなんかいた記憶がないから、ママ友っていうのは、はい、ママになってから友達になるってこと、うん、
なんじゃないですか。なんかそのこのいろんな、まあ、情報とかもね共有するそういう、まあ、仲間みたいな感じで、うんうん、そうコミュニティとか分かんないです。私も子育てしたことないんで。子供を通じてでしょ。だよね、うん、そうだからそういうのが、まあ、作らないんだと思う、はい。だからその自分のお友達とは、はい、うん、お友達って感じだけど、はい、子供の友達のお母さんは私の友達ではないでしょ。あーなるほど。っていうでもね、今のお母さんってさ、ちょっとママ友がいないとダメなんじゃないの。え違うの。どうなんですか。ママ友が、あのなんていうの、みんなで団結してるんじゃないの、うん、ね、そういう意味じゃありますよね。一人ではちょっと寂しいんじゃない。あでもだから、うん、多分それを寂しいと思わなくて、うん、あなたは、あなたはね、私あなたはねでも普通の一般のお母さんたちはそうじゃないなんかそんな気がする。でも確かに言われたら普通の人はそう思うからなんとか仲良くしようって思うんだけど、レイナさんはそれがその考えないからそもそも悩みが生まれないんでしょうね。悩まないんだね。うん、そうかもね。だから悩んでる人の気持ちはわかる。だからわかるって、そうね、だから自分のこの話をするだけで多分相手は、うん、力強くなる、そういう、うん、楽になる。確かに。いや今なんかちょっとその感覚になりましたもん私そういう風に、ね、そうそうそう、悩んでる人からしたら、ね、そこねみたいな、まあ、根本そこねみたいな、うん、確かに、うん、それ思いました。だからそれをどうのこうのするとかじゃなくて、うん、そもそもそれに所属しなかったらいいじゃんみたいなそう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 、ねえ、そこかみたいな。みんなが強いお母さんがないからね。強いとかじゃなくて、多分その時に、あの、なんていうの、あの、なんか結局ね、はい、そうね、どうしてだろうね。でも考えたことないけれど、先生とかね、校長先生とか、はい、とかは仲良しでした。だから一人じゃないですよ、ね。だからなんか自分なんかやっぱベースに楽しいことをなんか一日の中でずっと過ごしていたいっていうのがあるから、なんか自分の中で楽しくないことをチョイスしてない感じなんでしょうね。だからこの人と話したいから今この人と話すみたいな感覚で、なんか全て物事をなんか選択していってるのかなみたいなイメージは受けましたけども。そういうことができない人のアドバイスをしたらないって、ね、そうじゃない、そうじゃない、ダメ出しするのやめてくれ。公開説教始まった。ダメ出しじゃ、ごめんごめん、ダメ出しじゃないよ。面白い。こうちゃんを言うと、あ、それでいいんだっていう感覚の、うん、そうそう、あの話っていう話で、ね。恵比寿さんからもこんばんは、ママ強いわらわらってきてますね。いや受ける。でも今のこのお話会話とかも聞いてても、やっぱこのレイナさんがそういう風にそもそもそういう感覚にならないっていう、うん、その性格になったっていうのは、うん、すごいご両親の影響をあの受けてるんだろうなっていうのをね、そう今すごく感じたんですけど、そうね、だから私以上にあの一人でも大丈夫な人だから。ちょっとお母さんの方にお伺いしたいんですけど、なんかどんな子育てをされてきたというか、なんか大事にしてきたあのの コンセプトというか、そう思いみたいなのあるんですか、うん、これは大事にしていこうみたいな、そういう感じのまずね、私の基本としたのは、はい、なんていうの、うん、例えば いじめたいじめる子に対しては、はい、すごくあの例えばかっちゃんとかさ違う、あのかっちゃんあのね、こうなんていうの、いいです、いいです、なんていうの、かばうっていうのかね、はい、強い子に対しては、うんうん、厳しく、はい、で弱い子に対しては優しくカバーしてあげる、はい、そのそういう私たちの優しさが、うん、
娘から見ると見てたと思うんだね。あ、はい、かっちゃんってそっちの母ちゃん、うん、そうそう、じゃあそういう感覚ね、うん、みんなを大事にしてやるっていうね、はい、友達同士、うん、そこの中にもね、自分の子供には厳しく、はい、この子には厳しく言って、あ、そうですか、他の子供たちにはみんなすごい気を使ってさ、うん、そういう感覚だったよね、うん、私たちは、うん、え、その時の記憶ってありますか？あるあるある、あ、でも基本的にもそういうもんだっていうもインストールされてるから、はい、多分私もそうだったけど、うん、っていう感じで、そういう大きいかもからね、うん、え、そういうお母様の姿を見て、うん、レイナさんどんな風に感じられてたんですか？どう感じてたかな、うん、いや、それがね、また逆にね、うん、この子に教育になったかもわからない、うん、そういうの見てるから、うん、え、それはあれですか、の平等に、平等に、平等っていうか、そう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 、うん、はい、やっぱり家庭環境もみんないろいろ違うしね、なるほど、で、特に家庭環境の、うん、そのそういう言い方はダメなんだけど、はい、そういう子に対してすごく気を使って優しくしたった ね、うん、ね、平等にね、うん、なるほどね、うん、なんかでも今って、うん、こう他の子供に、うん、例えば注意ができなかったりとか、このその子の親のことが気になって注意ができなかったり、すごくこの大人が、そうです、そうです、遠慮してしまうっていうのってすごく聞いてたりするんですけど、そういうのってどうしたらいいんですかね、もし、うん、その注意したいっていうか、注意っていうか、なんかこう気をかけてあげたい、うん、でもその子の親もいるし、なんか変に手を出さない方がいいんじゃないかなみたいな、ちょっと言いにくくなってるね、そうです、そうです、世の中がのなんかちょっとあるじゃないですか、そうだね、そういうのって今どういう風にしたらいいんですかね、今はちょっと難しい、うん、今っていうか、はい、でも基本的には、うん、多分それは、はい、多分自分が、うん、嫌われたくないから言わないってことになるじゃない、あ、なるほど、だから、うん、もうそのお母さんに自分は嫌われてもいいっていう感覚であると別に注意してっていうのは別に、なるほど、どっちかって言えば子供の方に気持ちをシフトするから、はいうんはい、その言われそのお母さんのことは置いといて、良くないことをしてたらちゃんと言うし、いいことしてたら褒めるし、でもそういうのは基本的にうちの両親もそのまんま、自分の子供もよその子供も同じように、いいことはいい、悪いことは悪いよね、でもね、はい、いじめっ子に対してはさ、はい、意外といじめっ子っていうかさ、はい、他の例えばお母さんたちが、はい、嫌う子っているじゃない、今のお話の注意しにくい子、うんうんうん、はい、なるほど、注意しにくい子っているじゃない、はいはい、そういう子は見て見ぬふり、まあ昔もそうだったんだけど、はい、そういう子がいた時に、うん、そういう子供っていうのはね、うん、すごい敏感なの、うん、その大人に対して、うん、大人に対してね、うんうんうん、で、そういう厳しい目をした大人に対しては、はい、意外と、うん、嫌いなんだわ、子供からしてだよ、うんうんうん、そういう目をしてるから大人が、うんうんうん、あ、僕だダメな子なんだと、あ、はい、で、あの大人もきっと僕のことをダメな子だって思ってるっていうのは ね、子供ってね、すっごい敏感なんだよ、あ、本当に、私はね、うん、私の主人もそうなんだけど、はい、すっごいそういう子に対してはね、はい、過剰にね、うん、優しくっていうかさ、はい、心を掴んだね、うん、確かに、うん、そこが大きいかも分かんない、そうかもしれない、思い出した、私は、そう、思い出しただってこれ本当あれなんだけど、うんうん、その子多分いじめっ子なんだけど、はい、私小学校1年生の時、はい、学校まで行って、はい、その子が強く行ってくるから、うん、一回家帰ったことある、はい、校門からだよ、うん、校門まで行ったんだけど、はい、そしたら普通私がかわいそうな子じゃない、うん、なんだけど、まあ そうですね、その行った子に優しいってこと、はい、
そのなんていうのやった子にそんなに全然強く何も言わないっていう感覚、うん、でも学校先生が例えば怒るじゃないですか、はい、とかを私は間近で自分が体験するから、うんうん、なんかだんだんその男の子はうちのお母さんがとお父さんが怒らないから、はいうんはい、だんだん私に優しくなる、異常に不思議な現象。そう、一回の教育じゃない、それすごい教育じゃない、すごいですね、すごいでしょ、すごいですね、そこなのよ、今の世の中も、世の中っていや、すごい、そういう子に対して親が近づかないでとかさ、例えば逆効果なんですね、そうそう、あの子と遊んじゃダメよとか、うん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 、ありがちな、ありがちですよね、うん、あなたはいいとこ のあれなんだから、あっちのことはダメだよとかっていう親がね、そういう風に仕向けたらね、うん、もう 100% その子もダメになるし、自分の子もね、うん、ダメなんだって、それが大きいんじゃない、いえ、それはすごい、気づかなかった、さすがですね、やっぱりすごいね。で、私一回眠たくて学校から帰るとき、おんぶしてくれたりとか、うん、そのいじめっ子がね、はい、いじめっ子がいじめっ子ってか、さっき言ってた、はい、私一回校門まで行って帰った、はいはい、男の子6年生の子でとか、あと家帰って鍵がなくて、はい、入れないときに、はい、その彼が家中の空いてるとこ見つけてくれて、どっか、うん、なんかさ、うん、本当にちっちゃいとこ見つけて、ここから入れるって言って慕ってくれて結果めちゃめちゃ仲良くなったってことですね。仲良くなったね、今でも仲いいの。あ、そうなんですか。そう、今でも続いてるんですか。そのすっごい、なんていうの、深くじゃなくて、はい、近くの近所だから外の畑であったりとか、うん、そのお母さんも、はい、そのことをすごく覚えてて、へえ、あの時は本当にね、いっぱいいっぱいね、私かわいそうだったけど、うん、仲いいねっていう、うん、へえ、そういうのもなんか、ね、あれですね、こうやっぱ器が大きいというか、1枚ももう2枚ももう何枚もこう上手だから、うんうんね、でしかもそのなんかこう偽り この愛情とかじゃなくて、本当にその子のことを思ってやるから、うんうんね、結局それが人に伝わって、なんかそれをその人も愛情を受けて、そうだ、ね、なんかそう巡り巡って仲良くなって今にも伝わって、だってすごいいいところもあるっていうね、そのいいところを見つけてやるのが大人でしょう。子供同士は分からない。だから大人がね、そういうその地域に子供を見るっていうか、そうだんだん不良の方に入っていかないと思うよ。うん、そうですよね、うん、だってそういうのみんな寂しいんだって。うん、ほんで温かい眼差しはいいけど、冷たい眼差しされたらもう100倍し、萎縮しちゃうよ。そうですよね、うん、さらにね、なんかこう、うん、やっぱ寂しいから見てほしいって言って、余計ダメになってっちゃうもんね、行ったりとかしますもんね。そうそうそう、いや、なんかちょっとしたエピソードでもね、すごいなんかすごい話が聞けましたね本当私は思い出す、いやすごい、名前言った時びっくりしたけどかっちゃん、かっちゃん、恵比寿さんからもたくさんコメント来てますね、ありがとうございます。あ、平等にてやるのがねって、昭和世代は自分家の子供も、他のところの子供も同じように褒めて叱ったねって、あー、分かるわ分かるわ、さすが人生の先輩ですねっていうことで、すごい共感していただいて、はい、共感のコメントをね、ありがとうございます、ありがとうございます、恵比寿さん、ありがとうございます。じゃあですね、次もね、まだまだちょっといろいろお伺いしていきたいので、ここでですね、一旦 CM に入らさせていただきたいと思います。一旦 CM です。
あの青少年指導員とかやってるので、あ、そうですよね、キャンさん。今のお話すごくためになりました。ありがとうございます。ねえ、なかなかいないでしょう、こういうなんかでも身をもってやると本当だ、本当にね伝わると思った。うん、僕は注意する大人なので。あ、そうですよね、キャンさんね。なんかでもそれをすごい、そのてかレイナさんを結局育てられた時からそれが分かっていたっていうのがすごいなと思って、結局なんか最後の方に気づいたりするじゃないですか、あ、すればよかった、こうすればよかった。だけどね、それね、うん、普通ではね、そういうふうにならないんだよ、うん、私自身がね、うん、幼稚園の時にね、うん、登校拒否っていうのは、登園拒否っていうのは、あの言葉がね、幼稚園行くとね喋れないの、家では喋るの、幼稚園行くと喋れない。そこから、そこからだから人の気持ちが見えるの、すごく分かるようになったの。自分もそういう負い目があってね、うん、それちょっと聞いていいですか、この後の CM 明けで。それすごいいい経験の話だと思う。やっぱりね、普通に来た子は分からない。そうですよね。はい、では5秒前です。CM 開けます。田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー、生放送でお届けしています。後半も子育ての悩みを笑いに変える子育てコンサルタントの杉浦典子様、レイナ様にと、そのお母様にお話伺っていきたいと思います。後半もよろしくお願いいたします。ではですね、あの前半ね、もう早速すごいなってこう、あのお話を聞かせていただいたんですけども、あのやっぱりなんか、やっぱりというか、その自分が人生今まで生きてきて、なんか経験があって失敗したからこうすればよかったみたいなのがたくさんあるから、そのお母様がレイナさんを育てた時に、その時からもうそういう考えだった、もうそのそんだけ器が大きくて、自分の子供も人の子供もそんな風に見れるあの母親だったっていうことがすごいなって思ったんですけど、何かね、その原点があったということで、その絵をあのお伺いしてもいいですか。はい、原点はですね、私が小さい時は両親がすごく忙しくて、はい、その家の中にこう閉じこもるっていうか、はい、そういう子供の生活してたんですよね、はい、外へあまり出ない、うん、で出ちゃダメだよっていう、そのここから動いちゃダメだよっていう、はい、ちょっと虐げられて育ったんです。そうなんですか。はい、ほんでいざ幼稚園行く時になって、はい、外へ出るわけ、はい、それまで近所の子供と遊んだりとか、その近所とのお付き合いがないわけでしょ、はい、で私の両親も、うん、その名古屋から対馬っていうところを引っ越してきまして、はい、あんまり近所にお母さんが、はい、母親が知ってる人がいないから、余計にこう、うん、閉じこまっちゃうっていう感じでしょ、はい、うんうんうん、で初めて幼稚園へ行って、はい、で幼稚園行っても知らない、その今まで遊んだことのない子ばっかりの中に入っていくから、はい、余計に縮こまっちゃって、うん、はい、で言葉が喋れなかったんですよね、言葉が出ないの、はい、で家ではベラベラ喋ってるんだけど、はい、幼稚園行くとどういうわけかピタッと話ができない、はい、で一、あのその頃1年だったんですけど、幼稚園は、はい、1年間、はい、一言も喋らずに過ごしたの。でその時にですね、あの幼稚園の先生で、はい、すごくいい先生がいたんです。でそれはね、はい、もうすごく心が許せる先生で、はい、私のことをすごく考えてくれて、それもね、子供でもね、はい、大人に対してこの人いい人、はい、この人嫌な人、はい、子供はもう分かってるんです、はい、だから子供だからといって何にも分かってないわけじゃないから、言っていいことと悪いこと、はいはい、この子あんまり感じない子だから、はい、言ってもいいんじゃないって言って、親も、うん、例えば叱るとか、叱り飛ばすとか、ちっとも分からないからもっと叱るとか、はい、これね全部子供ね、分かってるんですよ。だけど、はい、どうにもならない子供だっていろんな性格があるから、はい、親の期待に応えれる
答えるような子だったら、うん、あまり悩みはしないんだろうけど、うん、お母さんにくらい言われたってやれるものはやれるしやれないものはやれないでしょ、うんうんうん、そこが難しいんですよ。そうですね。だから習い事に行ってもすごくいい先生、はい、嫌な先生、うんうんうん、あるわけでしょ、はい、ほんで例えばついてけれない子、はい、ついてけれない子は先生の要求に応えられない、はい、そうするともうやっぱり萎縮しちゃう、うん、だけどどんどんついてけれる子はすごく先生とこう、はい、あのなんてうまくいって、そうですよね、とだんだんとこう自分も萎縮する、うん、はい、だから学校の先生とか上に立つ人は、うん、その子の能力に合った教育方法をしないと心が開かないの、うん、ね、うん、そこが難しいと思うんだわ。そうですよね。で私はね小学校に入ってから1年生の時もダメ、うん、その先生とあの、はい、なんていうのあんまり良くない意地の悪い先生っていうの、はい、子供だって分かるんですよ、はい、分かりますよね。だけど親の前だとね、うん、すごくいいこと言うの、はい、その先生、うん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 、本当に、はい、だけど私親がいなくなって私だけになった時に、はい、結構意地が悪いあの先生もいたの、はい、で嫌じゃん嫌いなの、うん、その先生、はい、それがね、うん、担任が変わって男の先生の新任の先生になったらね、はい、もうそういう私のそういうプレッシャーをね、はい、全部取り除いてくれるんだって。うーん、その話ができないことも、はい、あの例えばみんなの仲間にあの入れない子でも、はい、平等なんだって。うーん、もうそれでね私、はい、バーッと開いちゃってさ心が、はい、その先生のおかげで、はい、しゃべ言葉が出てくるようになった。すごい。その先生今でも覚えてるんだけど。そうですか、うんうんうん、あ奇跡の先生。奇跡の先生、その先生の名前覚えてる。あ前田先生、前田なんとかって言ったね、はい、でその先生がね、はい、油絵やるかって言ってね、はい、油絵なんか描いたことないんだけど、はい、その先生どちらかというと絵の先生だったのね、はい、で放課後にね、うん、油絵を先生が買ってきてくれてね、うん、油絵を教えてあるって、そんなことにね接したの初めてだったの。うん、そんな優しくしてくれた。なパーッと開いてたね、そこから気持ちが。これが教育なんだって。あそうですね、私の実体験。そう、本当だ。だからそういう目をした子供はね、私すごくわかるんだ。優しくしたくなる。うーん、そうそう、その子慕ってくるよ。うん、そうだよ。なるほどね。だからそういった実体験があって、うんうんうん、だからこそのね、あのレイナさんの子育てにもつながっていったいっていうことで、なんかそれこそが教育っていうのがなんかすごく響きましたね今。本当だね。はい。すごい勉強しなさいって言うのないからさ。それよりもそういうことを、それよりも心を開くことなんて、今登校拒否とか多いでしょ、はい、学校行かないっていう、あれみんなそうなんだって。教育一つね変えればね、先生のよ見方を開くって、子供は、ね、実体験があるからね、お母さん。そうなんだって。ね、事前にこのラジオにね、あの出ていただくにあたって、うんうん、このレイナさんがあのお母様自身に、うんうん、すごい褒めて褒めて育てられたっていうことで、うんうんうん、で誕生日会には100人来てもいいよっていうふうに、うんうんうん、あの言ってくれて、いつも応援してくれた母親だったってことで、あのお話をね少しお伺いしたんですけど、うん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 、100人来てもいいよって言えるって、うん、多分ね、すごいなと思います。そうだよね、うん、多分限定しなくてもいいよっていうことだよね。そうですよね。そう、うん、そのまあ数の例えとして100人なんだけど、そうそう、私が選ばなくても、うん、はい、来れる人はみんな来ても大丈夫だよみたいな感じの感覚だったんだと思うので、100人も呼ばないけれど、子供選ばなかった、100人もいないからね。100人も田舎だからいないからね。でも選ばなくていいよっていう、この子は嫌とかこの子はいいとかってそういうことは一切なかったね。だこの100人来てもいいよっていう言葉の中に、なんだろう、すごい自由さを感じるというか、うん、うん、なんか
お母さんが大変だから何人までとかじゃなくて、なんかその、うんうん、全部自分のやりたいようにやっていいよっていう、なんかそこの、うんうん、なんかそれを私は応援するよっていう愛情がなんかその中に含まれてるの感じるから、うん、なんかすごい嬉しかっただろうなって、うん、なんか何かやりたいって言った時もね、はい、まあ、もう全てだから応援してくれるから、うん、だから私も自分の子供を応援する時に、はい、あの全然躊躇がなくできる、はい、でしかも自分の子供を応援している時に、はい、いつもうちの母も私の子供も一緒に応援してくれるじゃないですか、はいはい、それが多分私にとっても心強いし、まあ、母じゃだけじゃなくて、はい、あのもう父も一緒のようになんかこう応援してくれてるから、はい、すごくあの私も心強いじゃないですか。そうですね、なんか誰かがねいつもあのこうそばにいるよじゃない味方だよっていうの、うんうん、なんか存在があるだけで、うん、やっぱり人って強くなれるし、うん、なんかね自然と笑顔とかも増えてきたりしますもんね。そうだね、でいい子も悪い子もこの子も悪い子も別にそんなにあの、はい、あのなんていうの比べないから、はい、全部大丈夫だからすごく私も楽だし、そうですね、またそういうお母様がそういう視点で人に接されるのを見て、うん、またその子供のレイナさんも人に対してそういう接し方ができたりするのかなと思うし、うんうん、ね、なんかやっぱそういう方と、ね、レイナさんとかお母様のお話聞いてたらなんかそんな風に、ね、うん、全部が悪いわけじゃなくてこの子のいいところもあるよねっていう見方をなんかしたらいいんだなっていう、ね、気づきとかもね今ね、あの発見しました、ね、子供はみんな持ってるもんね。そうですよね、いいとこ探しが上手いよね、引き出さなかったね、そっかそっか、はい、恵比寿さんから、恵比寿さん、恵比寿さん、武蔵さんですね。えみこちゃん、ミキサーのキャンさん、ゲストの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは、シャイ天空スタジオからの生放送お疲れ様ですということで、武蔵さんもありがとうございます。カープボーイさんからも来てますね。えみこちゃん、キャンさん、ゲストさん、皆さんこんばんは。夜は寒いものだなみたいな感じ来てますね。ありがとうございます。結構ね夜寒くなりましたね、はい、カープボーイさんありがとうございます。で、恵比寿さんこんばんは、それなっていうところ、なんかいろいろね思うところが結構あるかな、恵比寿さん、ありがとうございます。恵比寿さん本当のプロの教育者に巡り会えたらラッキーですね。あ、私もそれすごい思いました。子供も大人も家族より外で他人との接触が多いから、職場も学校もプロに巡り会えたらラッキーな人生だなって、そうですね、恵比寿さんのおっしゃる通り私も同じことを思って、なんかお母様がね、そのすごくいい先生に巡り会って、そこから1年間喋れなかったりとかした経験があったのに、そこからあの自分喋れるようになって、そしてその経験を生かして子育てにもそれを生かして、レイナさんがこんなに毎日楽しく、ね、過ごされる子供、お子様に育ってでっていう風にすごいつながってってるから、なんかね皆さんもあのね、レイナさんのね子育てコンサルトを受けるだけで、本当にねいろいろ人生がね変わるんじゃないかなって、そういう風にこのラジオがこうつながっていくきっかけになれたら私もね嬉しいなって思いましたね。ではですね、あともう少しだけ時間あるので、はい、ちょっと今日はですね子育ての悩みですね、いただいてるので、コーナーの方を行きたいと思います。はい、じゃあスペシャルアンサー、すごいねエコーかかるんだ時々このコーナーがあるんですけど、このコーナーはですね、あのこの番組があのスペシャリストにインタビューという番組のタイトルなんですけど、悩みをですね、スペシャリストならどういうふうに解決していくかということで悩みを伺っていくコーナーになっております。ドキドキしてきた、はい、で今日の悩みはですね、はい、小6の長女が天の弱で全く言うことを聞きません。片付けない、ゴミは床に置いたまま、怒るとうるさいと言われスマホを取り上げようやくやります。ずっと繰り返しなので疲れます。どうしたら言わなくてもしてくれるでしょうかというお悩みが来てますね。はい、このお悩みお二人に答えていただきたいんですけども、いかがでしょうか。私は、はい、基本的には結構子供に、はい、何々しなさいっていう感覚はあまりないので、はい、あのそれを、まあ、そのことだけじゃなくって、はい、あのなんだろう、自分がそういう感じでこう、はい、
やってほしいことを、はい、より一層そこを自分がすごくやるみたいな感覚でこう見せたりとか、はい、あの例えば感情を覚えてほしかったら、はい、自分も一緒になって、うんうんうん、そんなに感じ得意じゃないけれど、はい、一緒になってやったりとか、うんうん、なんか結構習い物のことも一緒に行ったり、うん、私も習い始めたりって多かったので、うん、はい、あのそうすると私にも宿題が来るじゃないですか、はい、だからとにかくなんか子供だけに何々しなさいっていうことは、うん、あのない感覚でやってきたので、うん、はい、そういうのも何々しなさいっていうことでは多分聞いてくれないって感覚なので、はい、うん、自分がやってほしいなと思ったことをより一層やる感覚でやる方がなんか自然体で楽なんじゃないかなみたいな感覚。例えば親が子供の散らかしたものも例えば片付けたりしたら、子供ってなんかそれでいいんだっていうかどんどんやらなくなってしまうのかなっていうのもちょっと思ったりしたんですけど、それはそういう風にはならないもんなんですか？いやいや、子供のは片付けないですよ。子供のも片付けない。自分のことに関して自分は片付ける。そう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 。だからなんだろう、それに関して何々しなさいって言ってやってくれるっていうことは、はい、皆無だとは思ってるから、うん、そう。今小学生の何年生？小学生の、あ、小学校6年生ですね。あ、6年生の女の子です。はい、じゃあまあかなり大きいね。そうそう、だから何々しなさいだとすごく難しいんじゃないかなと思うので、はい、それに関してはだからそれに対して自分がこう見せて、はい、うん、こう見せるみたいな感じで、うん、そうね、すごく難しいけれども、やっぱり何々しなさいっていうことだけでは絶対解決しないから。なるほど。でもね、はい、成長していくとね、はい、そのうちにやるようになります。そうですか。そうですか。そう、これ6年生っていうのはまだ小学生でしょ。小学生ですね。だから完璧にはできるわけがない、はい、まずね、はい、そんな小学6年生の子がね、はい、部屋をきちんと片付ける、うん、整理整頓よく、はい、それは無理でしょ。あ、無理ですか。自分の時どうだったかなとか思って、うん、でも確かに片付けてなかったかもしれない。大人になれば、うん、全然違うと思いますよ。あ、そうですか、うん、まあ、おか、うん、ちょっと無理だね。いやだからさ、こういう感覚だから、はい、多分子供は結局汚くても、うん、うちの母みたいな母だったら、はいはい、怒らないから、あ、別にあの汚くてもって思ってくれる。汚くてもっていうことないけど、はい、まあそれは親の、親がこうしてほしいっていう欲でしょ。あ、きちんときれいに片付いとれば気持ちがいいよね、うん、それは。そうですね、はい、だけどそんなわけにはいかないでしょ。うん、6年生の子がいつもきちんと、うん、カバンをきちんとかけて、ね、ゴミが落ちてたら拾って、はいはい、捨てると、大人でもきちんとやれない人だっていくらでもいるんだから、はい、まあちょっと多めに見てね、うん、絶対に変わりますよ。あ、そうですか、ね。結構この片付けないっていう、うん、こう悩みって抱えてる人多いのかなと思うんですけど。あ、そうかな。そういうイメージありますね。だからなんかそれで怒ってるっていうのをよくなんか聞いたりするけど、それってそんな気にすることじゃないんですよ、ね。うん、確かに私も悩んだことないもんね。うん、そうですか。母親は、うん、腹の立つこと分かりますよ、それは。言いたい、言いたいっていうの、はいはい、うんうんうん、第三者からすると、はい、そのうちにやるようになるんじゃない。この感覚で育てられてるからすごい楽でしょ。確かに確かに、本当ですね。本当に変わるようになると思いますよ。だからだってさ、私たちそのものはね、今の幼稚園から始まってね、はい、物もはっきり喋れない子がね、はい、だんだん大きくなってさ、今みたいにこの変わってくるわけじゃない。そうですよね、うん、人生をいろいろ得て、はい
でみんな変わりますよ。小学校6年生って何歳？12、3歳ですか？11、12だね。まだ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 そのうち絶対に綺麗にしますよ。そのお母さんの感覚でね、お母さんがいつも綺麗にしとるとすれば、はい、絶対やりますよ。お母さんの感覚通りになる子供は。そうですか。じゃあ、自分がやっぱそういう姿勢を見せるっていうこと。そうそう、姿勢、そうだね。よかった、最後一緒だから。いや、だから、お母さん、だけど大人でもいい加減な片付け方しかできない人いるでしょ。それぞれでしょ。大人だってそれぞれでしょ。そうですね、確かに。貴重面な人から見たらさ、はい、これ片付けてあるのっていう片付け方しかできない大人だっているわけ。確かに。で、子供もみんな一緒だ、一緒じゃない？そこのところが、性格的なものがあるから。確かに。そうね。なるほどね。はい。でもなんかそのお答えの中に、お子さんに対する信頼をすごい感じて、そうそうそう、なんか確かに。なのかなってちょっと思ったりしました。そう、ね、そこ、なんかそ一個一個で多分、細かく怒らないっていう感覚で、なんか全体的に信頼してるからっていうのをなんかすごく感じました。そこがね、やっぱり子供 は親の背中を見てるっていうのはさ、お母さんいつも綺麗にしてると部屋、はい、子供部屋じゃなくてね、その台所にしても、お庭にしても、どこにしても、はい、いつもお母さん綺麗にしてるって、はい、絶対子供やりますよ、大きくなったら。そのように。そうですよね、確かに。そう、で大人になるとね、親はこう注意できないでしょ、もう、はい、いい大人になって子供もいて、はい、ね、お母さんになって、はい、でもはおばあちゃんからしたらさ、はい、言いたいこと言うそのお母さんに対してでも、はい、あるでしょ、はい、そういうことなんですよ。なるほどね。なんかそれが一緒なんだって。なるほど、年齢が小さいからとかじゃなくて、常にそういう対人間っていうことで、ね、そう、尊重されるべき存在であるということは変わらないよっていうことですね。だから大人の子供もみんなそれぞれの個々の性格を持ってるから、子供でも几帳面な子はきちっと、その机の中もさ、ほら並べて、うち孫さんにいるんですけど今、はい、その孫さんにもみんな性格違うんですよ、はい、きちっと引き出しをきれいにすること、気にならないこと、はい、3人3様で、そういうことじゃないですか。なかなか親の思い通りにはなりません。なんか思い出したいっていういやでもなんかそのやっぱりこう年齢じゃなくて人を人として見てるっていうこの視点がね、確かにやっぱすごく素敵だなと思いましたね。子供もね、子供のこともね、はい、子供って私の記憶でもそうですけど、どんなに小さくてもやっぱり自分の意見とか感じたりすることって普通にあるので、やっぱそこをやっぱ受け取るんだなと思って、はい、なんかね、この人に接するのどういう接するかってすごい大事ですね。はい、で、ヤンバルクイナさん、恵美子さん、ゲストのお二人こんばんは。恵比寿さん、そのうちね、わらわら性格だろうねってことで、たくさん皆さんコメントありがとうございます。ありがとうございます。ではですね、早いんですけど今日もね1時間もう経ってしまいました。あっという間です。すごいあっという間。私本当はもっと聞きたいことあったんですけどすいません、いろいろすごい本当に余分なこと喋っちゃってすいません。めちゃめちゃ濃いいい話を聞けたから、その、ね、それで、すごい、濃い1時間で、私もよかった。本当に素敵な1時間をありがとうございます。一緒にありがとうございます。ではですね、最後にですね、はい、この番組がですね、一歩踏み出す勇気をスペシャリストにインタビューという番組なんですけど、最後にですね、リスナーの皆さんに何か心に響くメッセージを、それぞれお二人からいただいてもよろしいでしょうか。あ、私ですか、まず、はい、そうですね、レナさんからじゃあお願いします。なんか大人なんですけども、はいはい、今日隣にいて、はい、なんかまだまだ子供なんだなっていう感覚がすごくあるので、だから本当に健康でね生きててくれる母がいるので、はい、私もちょっと精進して頑張ろうって思いました。素敵ですね。なんかいくつになってもお母様が自分の先を行ってるっていうのが、ねね、素敵ですね、はいはい、お母様そういうことですね、まあ人生、はい、親から子、はい、子から孫へ、うん、やっぱりその生き様を
あの見て、みんなそれぞれ育って家族がね、はい、家計っていうのはね、はい、そういうふうに見て育っていくわけでしょ、はい、だからいつもあの次に見られてるっていう意識、うーん、行動、まあそれを心がけて、うん、間違った判断しないようにっていうことですね。すごい感動しましたね。ね、先に見られてる意識ですね、うんうんうん、いや本当に素敵なお言葉、お二人ありがとうございました。ありがとうございました。ヤンバルクイナさん、いくつになっても子供なんですよねっていうことで、はい、皆さん今日もたくさんコメントありがとうございました。はい、ということで、あの早いんですけどエンディングのお時間になりました。今日は子育てコンサルタントの杉浦のりこ様、れいの様ですね、とそのお母様にお話を伺いました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、エリスさんお疲れ様でしたということで、ありがとうございます。ファンもいただいてますね。ありがとうございます。コメントもたくさんありがとうございます。ありがとうございます。エリスさんたくさん、いや感動した。今何すごいすか、ね、あ、今ですね、このあのツイキャスって言って、あのこのラジオの音声だけじゃなくて、はい、今こういう映像でも見れるようになってまして、そこにあの皆さん先ほどからコメントをいただいてまして、はい、レアさんのこのファンだと拍手ですね、これいつもファンに間違うけど、たくさん拍手を、拍手のあのあれをいただいてます。はい、ありがとうございます。面白かった。いや楽しかったですよ。私もすごい、最高だー。あっという間で、今すごいね。ね、すごい。喋れない喋れない。本当ですよ。本当ですよ。ちょっと私ね、声のトーンが低いの。本当はもっとね高いの。もうさ、そこっていうのね。もう全然気にならなかったです。そう。全然気にならなかったです。もう本当もすごい、どうしてこれを出てくる。いや今日本当ありがとうございます。ご出演していただいて本当に。動画見たいですか。全然なんか一言じゃ、あの、はい、それぞれまた楽屋裏話じゃないけど。楽屋裏話。なるほど。はい、一人一人なんか動画でなんか、はい、で、はい。じゃあレイナさんから。レイナさんから今日の感想をお願いします。今日の感想。いやもう本当にあっという間で、1時間の中でなんかこう母の人生を聞いた感覚で、結構私が知っているような知らないような感覚なので、本当に今日あのこの番組に出させてもらって本当に良かったなって。嬉しい、そう言っていただけたら私もすごい嬉しいです。いや本当に楽しかった。よかった。お母さん、はい。私もすごく楽しかったです。こんな明るくね、話ができたの久しぶり。そうだよね。そうなんですか。コロナでね、どこも行けなかったでしょ。確かに。旅行も全然だしね、久しぶりに、ね、久しぶりに出かけてね、なんか良かったですね。そう、良かった。いや、良かったです。それは本当に最高の私の嬉しい言葉ですね。本当にお二人からのその言葉が、はい、いやすごいなんか最後感動して泣いちゃったんですけど。本当になんか今日はレイナさん の, この子育ての悩みを笑いに変えるっていうところで、すごくそれって素敵なお仕事だと思うし、なんかそれってどんなことなんだろうっていうことをあのお伺いしようと思ってたんですけど、そのレイナさんのそれが元になったこのルーツのお母様の話もなんかすごいいろいろ聞けて、なんかなんだろう、20年なんか聞けたからすごく、でしかもそのね、お母様がすごく本当に、だからこういうレイナさんが育ったんだなっていうか、すごくその大きさみたいなのをすごく感じたから、すごい勉強で。もね、幼少の頃のその経験があるからね、ちょっと違うかもからね、私は人に対して。なんかでもその経験をこう生かしたっていうところがすごいなって思います。自分でそういう
思いをしたから余計に思うんだろうね。わかるの人の気持ちがね。そんな方に育ててもらってよかったです。いや本当ラッキーですね。ラッキーです。ラッキーです。絶対に。ありがとうございます。どうでした。ありがとうございます。あお母さん、あそうですね、うん